はい、婚活業者をぶっ壊す。また引き続き、動画の方ですね、やっていきたいと思います。今回ね、話すのは例のね、LINE でつながっている婚活中の40代前半の女性ね、地方に住んでる、一回ねプチオフ会で、お会いしてます。非常にね、ね、結婚に前向きで日々一生懸命生きてる女性でした。でこの方がね、もうね本交際になって、ちょっと LINE のタイムラインをね、もうね相手の男性とのこのやり取りのことを書くのよそうというふうにね言ってたんですけど、またちょっと流れが変わってきまして、で多分俺が読んでるから余計書いちゃってるのか分かんない、分かんない、他にも友達いるから、みんな多分ねその周りの友達も多分期待してね、彼女のタイムラインを期待して多分待ってると思うんでね、どういうふうに今現状婚活恋活でね恋活を頑張っているのかというふうにね、みんなが多分ね今気になってるところだと思うんで、で50代前半の多分方とね、今恋活して本交際してるところです。で最初のねチューバで行ってるようなので、まあ深いこれはしてないらしいんだけど、まあそれはいいとして、ただねやっぱりそのこの間のね動画で、まあ、この方が会うのに、その男性と会うのに対して義務感がね発生してしまうよと、だから心から楽しんでる状況で会ってないっていうなんかねこともあったようで、でそういうやっぱりねその人間の心理っていうね、男女ともに、自分が迷っているとかちょっと悩んでいる、でもそれで相手に会うと大体表情とかでなんかね伝わってしまうんで、ね、で相手も感じ取ってしまうっていう、でそのね50代の男性の方もその女性の表情から多分、まあ、汲み取って勝手にこうね想像してしまって、ね、悪くちょっと捉えてしまったと、その表情が浮かない表情だとか多分そういうのをちらっと垣間見て何か感じたんだろうね、で何かねその会う前の LINE で何か返信、その、ね、LINE の返信をなんか取り消しで削除してるのがあって、あれ結構残ったりするんだよね、あれね完全に消えてなかったりするんで、一回ログアウトしてもう一回来ないと消えないんだけど、それでやっぱりね何事かということで彼女はね気になったわけですよ。男性がねそんな何回も取り消したりやってるからね、 LINE の送ったものをね送信済みのものを、消したりやってるんで、まあなんか嫌だったら言ってくれと、で俺いつも不安だとね、で俺だけだろっていう風に男の人がね言ってきたらしいんですよ。だからいくつになっても男って少年のように恋するんだろうという風にね、非常にこの、まあ、読んでて、ああなるほどなと、でこの間もなんか言ったよね、いろいろとこうハグしたりだとか積極的に女性にね対してアピールしてくるというところで、まあ、甘えてくるという俺が唯一できない女性に甘えるという、相手に甘えるという行為、俺非常に苦手なんで、あんま甘えたことないんでね、だからもういくら大人の男だとしてもそのもうね ×1 だか ×2 だか分かんないけど、で子供もいるんだけど、そんな大人でさえ、しっかりした大人でさえやっぱり恋愛事とかになってくるともう子供みたいになっちゃう、少年みたいになっちゃって、なんか素直にね表現できるっていう部分は非常にね男としてね羨ましく感じますね、なんか俺はその辺ちょっとね正直素直になれないんで、なんか男だからやっぱりこうなんかね構えてなきゃいけねえぜみたいなところがあって、まあなんかねそういうところでよくね自分の悩みだとか悩んでることとかをなんか言ってくれと、で私を頼ってくれっていうふうに相手の女性からね、付き合ってる当時の付き合ってる女性からも言われたことがあるんで、なんか本当ねそれはね反省点なんだけど、相手にちゃんと弱みを見せることもまた一つのねコミュニケーションの手段なのかなというところで、まあちょっと話がそれちゃったけど、で今度 LINE でね通話を今度ね
まあ文字書くのめんどくさいからね、 LINE 通話でいろいろね聞いてあげたらしいんですよ。優しいよねこの女性はね、非常に。普通だったらなんか LINE でポンって返してね、また既読スルーとかにして終わりみたいなねところがあるんだけど、でなんか酔って浮気になってんだろうとかね、突っ込んであげたらしいんだけど、まあちょっとは酔ってるらしいね、酒は飲んでたみたいで、酒好きな方なので、だけどその他県にいるんだよ、隣の県行って、だから高速かっ飛ばして多分彼女がね、この女性は行ったわけですよ。だからその弱々しくなっちゃった男の人放っとけないというところで、なかなかしないよね普通のなんか女の人で男が飛んでくるのよくあるよね、俺も何回かその東京のね都内の女性と、俺埼玉だから付き合ってる時になんかもう酔ってすげえ変な電話かけられてきたりね、迎えに来いとか言われて俺行ったことあるんだけどね、本命ね、本命だよ、足行くんじゃなくて、でも説教を垂れましたけど俺その時は、だけど、この女性はもうやっぱ気になって、で結婚ってやっぱ相手がしたいって言葉は出てるんで、意思表示っていうのが出てるからやっぱり真剣に答えてるっていう、すごい誠実に男の人と向き合ってる方で、自分から飛んでくんだよこれでね。で夜中だよ、夜中なのに仕事終わってくたくたなのに時間がないのに会いに行く。だってみんなそんなしないでしょ、だって婚活で知り合った中でそこまでしないよね。だいたい忙しいから暇な時に会ってくださいとかそんなばっかりじゃないですか。まあ俺もそういうとこもあるかもしれないけど、でも時間作るように俺もしてるんだよ、ね、平日夕飯行ったり、絶対俺平日行かなかったからね、今まで婚活で知り合った女性とはね、だけどそうやってやっぱり自分自身を変えていく、相手を変えることはもうできないので、自分自身がこう積極的になっていくっていうのがね、非常に大事だなとね、思いましたね。でちゃんとこの方は相手の家まで行って、車で行ってで顔見て話せばもう大丈夫だろうっていうふうにね、言ったわけですよ。もう男らしいよね逆にね男の人の方がこれ女っぽくなっちゃってるから、だけどもう酔っちゃってなんか弱気になっちゃってるね。でまあソファーに並んで、まあ、話して、まあ、リラックスもして、和んだんだろうね。でまたちょっとラブラブ、したらしいんでね、まあ、ここは余計なんだけど、もう身長180センチ以上ある男がもうその女性に甘えちゃってるわけですよ。ゴロニャンって感じしてるわけですよ俺はちょっと恥ずかしくてできねえんだけど、だから逆にそうやってちゃんと自分の弱さを相手に見せるっていうのは非常に大事だなっていうね、俺も過去にねちゃんと弱みを見せろ、出せというふうにね、叱られたことがありますんで、なんかねそういうのを思い出しましたね、本当リアルなねこのタイムラインは本当に面白いよね。そのみんなだから見えないとこでこういうことね、ドラマチックなストーリーがあるんだなっていうところで、まあちょうどいい時期だよね12月で、でなんかね婚活でギスギスして心がね今病んじゃってる方もね、結構いると思うんだけど、なんかねそういう人に対して否定とかこうなんつうの、もう人格否定みたいなことをしてる暇があったらでね、この動画を通してなんか変に嫌がらせをねしてきたりする人もいるんだけど、そんなことやってないで自分のことちゃんとやれよと自分が多分うまくいってないから人に何か攻撃的だったり、人格否定したり否定したりっていうね、批判したりっていうのをするんだろうなっていうふうに思って、俺は心がね多分ね豊かな人はそんなことやらないんだよ。だからちょっと話が逸れちゃったけど、だからもっとねみんなね心豊かになってほしいね。だから婚活中の人も見てる方とかもね、まあ俺のこと嫌いな方もまあそんなことやってる場合じゃないでしょと、だからみんなで頑張ろうよとね。だからね、ダメな人もいたらダメだっていう、あいつはダメだとか言うんじゃなくて、もう一緒になってさ、なんかこうね手取り合って頑張ろうよってさ、でこうやって
幸せに向かって今つまずきながらも頑張ってる、ね、人がいるんで、ぜひね応援したいなと俺はね、俺は思ってます。非常に多分でもうまくいくんじゃねえかなというふうにね考えてるんで、で人のことばっかりやってるわけにもいかない。俺自身お前なんとかせえというところ、みんな今ツッコミがね入ったところで、だ俺ももうちょっとそろそろ覚悟決めなきゃいけねえなっていうところもあって、まあ宗教ね件がそこだけはねどうしてもねやっぱ聞いとかなきゃいけないんで、まあなんともねあれなんだけど、うん、とりあえず俺は今週の土曜日に、会ってくるんで、もうちょっとねなんかね突っ込んだね、あと砕けた感じの、こう中でね仲良くなっていきたいなというところがあって、まだ全然手をつなぐ状態で言ったらこんな状態ですよ。こんな状態、こういう手のつなぎ方よくねフォークダンスとかであったでしょ、なんか、うん、まだ完全にこうね手を握れてないんで、だからなんかね、そういう風にねやっていかなきゃなということで、いや非常にいつもね勇気づけられまして、でまた次のねタイムラインもあるんだけど、それはまた別のところで話そうと思います。非常にやっぱねこの方の考え方っていうのはね、この女性の考え方、俺はねいいなというところを思ってます、ね、まあそんなこんなでね、ちょっとまたそういった余談をね紹介させていただきまして、本当にこちらの方申し訳ありません、いつも動画で取り上げさせていただきました、本当にありがとうございます、本当にね勇気づけられてるんで、もうねこうやって動画にしてあげて、ね、こういう頑張ってる人がいるんだというのをねちょっと知ってもらおうかなと、まあ誰とは言わないけどね誰とは言わないけど、まあそんなこんなで、やっております。それでは皆さんごきげんよう。じゃあ。